どうも、かいちゃんねるです。今回はですね、久しぶりに多摩川の河川敷に来ています。多摩川の河川敷といったらやっぱり野草採取ですよね。冬になると野草は夏に比べて少なくはなってくるんですけれども、よく探してみるとこの時期しか見れない姿の植物たちがたくさん生えています。そして今回の目標はですね、なんといっても春の七草を見つけることです。では早速探していきましょう。まず最初に見つけたのは鬼の毛虫ですね。これは春の七草じゃないんですけど、割と1月2月ぐらいの早い時期から花が咲き始めるキク科の植物ですね。花はタンポポみたいなんですけど、葉っぱはトゲトゲに覆われてて、ぎゅっと握ったら手のひらが血だらけになると思います。今回は野毛虫の葉っぱを気をつけて取ってたんですけど、それでさえ痛かったですからね。野毛虫の仲間には鬼の毛虫と野毛虫がいるんですけど、葉っぱの縁のトゲが鋭くてかなり硬かったので、多分鬼の毛虫かなと思ってます。野毛虫の方が葉っぱのトゲが優しくて柔らかいですからね。あとタンポポとかも同じなんですけど、この野毛虫は茎を折ると中から白い液体が出てきます。この液体の正体は天然ゴムの成分と同じラテックスなので、大量の野毛虫やタンポポからラテックスを集めて頑張ればゴムが作れるかもしれません。皆さん試してみてください。そして野毛虫の近くには青くて小さい花が特徴的な大犬のフグリや、春にはピンクの花を咲かせるマメ科のヤハズエンドウが群生していましたね。特に大犬のフグリは花がたくさん咲いていてめちゃくちゃ綺麗でした。ただちっちゃすぎて亀たちの腹の足しにはならなそうなので、今回はスルーします。皆さん見てください。この草はギシギシですね。名前とこの見た目からしてマガマガしいオーラを放ってますよね。名前の由来も諸説あるみたいですが、葉っぱを揺らすとギシギシ音がするかららしいです。確かに普通の植物よりも葉っぱの表面がゴムみたいになってて滑りにくい感じがします。ギシギシは一応人間も食べられる雑草として知られているんですが、めちゃくちゃ臭酸が多いです。なので人間の場合、生のまま食べまくると尿管結石になる確率が上がりますね。リクガメの場合も臭酸はカルシウム吸収を阻害してしまうので、とりあえず見つけても与えちゃダメです。日本のギシギシは全部で4種類いるそうなんですが、結構交雑していたりして葉っぱだけで見分けるのはめちゃくちゃ難しいです。多分今回見つけたのは普通のギシギシかエゾのギシギシかなと思ってます。またギシギシと同じタデ科のスイバっていう植物もいるんですけど、こちらは葉っぱと茎の付け根が矢尻状に三角に尖っているので、そこでギシギシと見分けられます。まあスイバも臭酸たっぷりなので、わざわざ細かく見分けられなくても、ギシギシに似てるやつがいたらとりあえずスルーしておけばいいだけの話ですけどね。そしてこれは一瞬春の七草のセリナズナ五行ハコベラのハコベラかなと思いましたが、偽物です。オランダミミナグサという外来種ですね。まあ、といってもハコベラと同じナデシコ科の植物で、特に害はないのでリクガメにも与えられます。ハコベラとの違いは葉っぱに毛が生えていることと、葉っぱから茎までの間の部分の葉柄がないことですね。逆にハコベラは葉っぱに毛が生えてなくて葉柄もあります。オランダミミナグサは春の七草じゃないですが、もしハコベラを見つけられなかった時用の代用植物として取っておきます。ついに春の七草を見つけました。ナズナです。ペンペングサという名前の方が有名ですよね。2月から3月ぐらいの時期だと白い小さい花もたくさん咲いてて、あとペンペングサの名前の由来になってる三味線のバチのような形をした実がついているので、すぐに見分けられると思います。ただこの状態だとほとんど茎なので食べるとこないですよね。ナズナは冬を越す時にはタンポポの葉っぱのようにロゼット状になるんですが、暖かくなってくるとそのロゼットの葉が枯れてどんどん上に成長していきます。七草がゆでもそのロゼットの部分を食べますよね。この時期だと花が咲いているナズナの近くを探すとロゼット状のナズナが見つかることが多いです。これとか上に立ち上がってないので分かりづらいですが、多分ナズナのロゼットですね。まあちょっと汚いので別のを探します。ついに見つけました。花が咲いてるのにまだロゼットがついてるナズナです。よく見るとロゼットの葉っぱの形と上についてる葉っぱの形が全然違いますよね。なのでロゼットだけしか生えていない時期だと僕も見分ける自信がないです。とりあえず春の七草1種類目ゲットですね。ギシギシがあったので揺らしましょう。春の七草の一つ、コアコベです。さっき見つけたオランダミミナグサの葉っぱと比べると毛が生えてなくて葉柄もありますよね。他にも似た仲間には緑ハコベっていうのがいるんですが、緑ハコベは茎の部分が緑で、コアコベは赤紫色っぽくなるので多分これはコアコベですね。花が咲いていればもっとわかりやすいんですが、まだ咲きかけの白い花が一輪しかありませんでした。でこっちのピンクの花が咲いている独特な形状をした植物は仏の座です。といっても春の七草の仏の座は標準和名をコウニタビラコという菊科の植物なので全くの別物です。今回見つけたのはシソ科の仏の座です。これもコウニタビラコを見つけられなかった時用として持って帰ります。
これはノボロギクですね。野に生えてるボロボロの葉っぱの菊だからノボロギクというかはわかりませんけど、菊科の植物、特にタンポポなんかはイヌリンっていう水溶性食物繊維を多く含んでて、カルシウム吸収を促進する効果があると言われています。野毛シなんかもそうですね。イヌリンについては過去の動画でも紹介してます。でも同じ菊科でも、このノボロギクはダメです。ノボロギクは菊科の中でも気温属という種類で、この仲間にはピロリジジンアルカロイド。という感毒性を持つ毒が含まれています。ただ人間が食用にしているフキなんかにも含まれているんですが、昔からアク抜きをして毒を抜いてから食べられることが多いです。そして日本ではこれによる健康被害はまだ報告されていません。まあ、つまりピロリジジンアルカロイドはそればかり食べ続けなければ特に問題ないのではないかと思います。まあ、でもそれ以上にわざわざリクガメに与える必要はないと思うので取りませんけどね。皆さん、この白と紫の花をつけた植物なんだかわかりますか？この葉っぱの形からわかる人もいるかもしれませんが、実はこれは鈴代、つまり大根です。大根の中でも浜大根という種類ですね。まあ、なのでちゃんと土を掘って根っこを出してあげると白い大根が出てきます。ということで試しに掘ってみます。もう見た目大根でしかないですよね。多摩川の土手は2月頃になると浜大根まみれになってくるので、興味がある方は取りに行ってみてください。白と紫の花も特徴的なので見つけやすいと思います。そしてこの小松菜みたいな葉っぱの植物は西洋油菜という油中の植物です。いわゆる菜の花ですね。こいつも掘ってみると大根みたいな根っこをしてます。あと浜大根の花は白と紫でしたが、西洋油菜の花は黄色なのでそこでも見分けられますね。そしてこれも油中の西洋カラシナという植物です。西洋カラシナも西洋油菜もどっちも黄色い花を咲かせるので見分けにくいんですが、西洋カラシナの方が葉っぱのギザギザが鋭いです。あと茎への葉っぱの付き方も、西洋油菜は茎を抱くような形でつくのに対して、西洋カラシナは茎から葉柄が伸びるようにしてつきます。ただ実際は交雑しまくってるらしいので、純粋な西洋カラシナはもう日本にはいないかもしれません。まあ覚えるのめんどくさいっていう人は葉っぱを食べてみると、西洋カラシナの方が名前の通りカラシのようにピリッとした辛みがあります。生で食っていましたが結構うまかったです。この後黄色い花を咲かせている植物を見つけたんですが、葉っぱのギザギザが緩めで茎に抱くように葉っぱがついていることから、おそらく西洋油菜なんじゃないかなと思います。それでは多摩川から採集してきた野草たちを洗っていこうと思います。この時にね、こういう風な感じで白くなっちゃってるところはちぎって取っていきます。一応一枚だけギシギシの葉っぱも取ってきちゃいました。こんな感じで葉っぱの縁がうねってるのがギシギシの特徴みたいですね。で、亀さんたちには与えられないこのギシギシなんですが、一応人間にとっては食用にできる植物として、まあ、割と有名なようなんですが、やっぱりね、シュウ酸がめちゃくちゃ含まれてるんで、これを生で食べるとめちゃくちゃ酸っぱくて、まあ、全然食べられないっていうことで、まあ食べるんだったら茹でて水にさらして、まあアク抜きすることで、そのシュウ酸がどんどん溶け出してなくなってくるので、まあ、そういった感じで食べるのが一番いいのかなっていう感じらしいです。試しにちょっと生でかじってみますね。全然食べない。酸っぱい汁が口の中ににじみ出してきましたね。あ、ということでね、生で食べるのは皆さんやめておきましょう。しばらくこの状態で置いておきます。はい、ということで洗って綺麗になった春の七草プラスアルファを、まあ、今回は寒天でね固めてゼリー状にしていきたいと思います。春の七草のうちセリはね今回見つけられなかったので、試しにねスーパーに行ってみたんですけど、まあ、そしたらなんとありました。まあ、同じセリ科の植物の水場で代用しようかなって思ってたんですけど、今やスーパーにはセリが置いてある時代なんですね。あと野草採集でセリを採集しようとするときは、近くに猛毒の毒ゼリが生えてる可能性があるので、間違えて取らないように注意が必要です。毒ゼリはセリ特有の香りがしないので、それで見分けられます。これは間違いなくセリです。で、ナズナは本物です。ちょっとシワシワになっちゃいましたが、まあ、ロゼットと、あとこっちの花の部分も一緒に混ぜていきますか。で、そして5行。母子草は今回見つけられなかったので、同じ菊科の野毛シで代用しようと思います。ちなみに平日の朝の通勤途中に5行、標準和名母子草を見つけました。こんな近くに生えてたんですね。ちょっと白っぽくて上向きの葉っぱが特徴的です。もう少し暖かくなると黄色のプツプツした花を咲かせます。今回は残念ながらゼリーにしてしまった後に見つけたので、リクガメたちには食べさせてあげられませんでした。で、次に仏の座はこのシソ科の方しか見つけられなかったので、まあ、今回はこいつで代用します。コウニタビラコは菊科で、こいつはシソ科なので、全然味は違うと思いますが、まあ、名前が一緒なので OK です。
そしてスズナは株なんですが、今回は同じアブラナ科の西洋カラシナと西洋アブラナで代用しようと思います。根っこの部分は硬いので茹でて人間が食べます。スズシロは大根なので浜大根を使います。玉川で取った時はまだつぼみだったんですけど、ちゃんと白と紫の浜大根の花が咲いてますね。これを全部こちらのミキサーで混ぜて野草汁にしてから寒天で固めていくんですが、その前にこのカルシウム剤も添加します。植物に含まれているカルシウム量は基本的に土の中のカルシウム量に依存します。市販の畑で育てられている野菜は土に石灰を混ぜたりしてカルシウムを吸収させているので安心できますが、玉川の河川敷の土にどれぐらいのカルシウムが含まれているかは謎です。なので安心のためにこのカルシウム剤をたっぷり添加しておきます。カルシウムはいくらとってもいいですからね。めちゃくちゃ濃いですね。これから作ったスムージー全部この匂いになるんじゃないかな。もうなんかすごいキウイっぽい匂いも感じますね。キウイのスムージー作ったらごまかせるかもしれないですね。今回はこの粉寒天を使っていきます。ではこれを冷蔵庫で冷やして固めていきます。しっかり固まってきますね。早速これを亀たちに与えていきます。普通に人間が見ても美味しそうですよね。でも匂いはめちゃくちゃ野草感が強いです。まずはロシアリクガメのヨモギに与えていきます。でかいゼリーにビビってるのかなかなか食べてくれませんね。なので手でちぎってちっちゃいのを与えてみると、ちゃんと食べてくれました。そこからはもう爆食でしたね。うちでは一番の大食感のこの子でも見たことないでかいものを見るとそれが餌なのか判断するまで時間がかかります。なので最初はちぎって口に入るサイズにしてあげると食べてくれることが多いですね。そしてヨモギが美味しそうに食べてる様子を見てわらびも気になって寄ってきました。でも石橋を叩いて割ってしまうほど慎重派なわらびなので、じーっとヨモギがゼリーを食べてる様子を眺めてるだけです。で結局食べてくれずに去っていってしまいました。やっぱりゼリーはリクガメたちが水分を取るのに適してますよね。冬は特に乾燥しやすいので朝野菜を置いて夕方帰ってくると残した野菜はカピカピになってます。でも野草ゼリーなら1日放っておいてもカピカピになることはないです。ちゃんと水分を保持してくれます。水分が少ないと結石になるリスクが上がると言われているので、ゼリーを使って半強制的に水分を取ってもらうのは結石対策として有効な手段の一つなんじゃないかなと思います。インドウシガメのニシキノさんもヨモギが食べているのを見て寄ってきたので試しに与えてみると、食べてくれました。結局食べないのはわらびだけでしたね。今回は多摩川でいろんな野草を見つけてきましたがどうだったでしょうか。今回僕は無理でしたが、皆さんも春の七草を全部見つけられるか試してみてください。この動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。